感じで言ってください。サンタさん、サンタさんです。明日はワンピース、サンタさんこれから夏なのでサンタさんになりました。ウケる。今度時間あるときは参加する。ありがとう。オンラインラクーチラクダっていうのはバンズイジャパンのなんかあの特典会を、開いてないんだ、ね、特典会をあのネットを通じてやるんですけど、たまにあるんですよ。今は2週間に1回ぐらい。サンタさんもサンタさんサンタ2人いる。でもこんだけねメンバーがいたらね、同じ服を着てる人もいるよね。前もねたまに誰かとかも、まあでもね20人かね、いや20人ということです。本当はめっちゃ犬と迷って、ワンちゃん迷ってこっちにしました。さっきしおりがさ、サンタさん、あ、しおりが好きなのに決めたって言ってさ、誰もサンタさんって呼んで、え、ちょっと暑すぎて、でね、暑すぎてだね暑すぎて帽子をかぶれないんだ、かぶれないんだ。え、さっちゃんもサンタ、さっちゃん何なの？お揃い、お揃いだね。あ、お揃いだね。何色なの？さっちゃん、さっちゃんお揃いだよ。かぶっちゃって申し訳ないって伝えてくださいさっちゃんごめんってかぶっちゃった。さっちゃんはどんなのなの？これ本当はもう帽子があるんだけど、ちょっとさすがに暑すぎてだね。死ぬんだよね。なんか羊の毛みたいなやつはめてみたよ。本当はめちゃくちゃワンちゃんとね迷って、これワンちゃん、ワンちゃんでも前やったことあるからあれかと。飽きちゃう、飽きたわ。てか持ってる人もいるだろうし、ワンちゃん迷ってやりました。でこのサンタはあのですね、みんなにね最近知ってくれた方もいると思うので、あの説明するんですけど、それはもう一年中の中で誕生日よりもクリスマスが好きなんですよか、ね、いつもね毎日クリスマスがいいから、ツイッターのプロフィールは帽子かぶってるサンタさんの手ぐらいサンタさんが好き。オッケー、オッケーです。本当に今日目が腫れててね、見て、いつもと全然化粧の量違うのに、なんかすごい薄いみたいな感じなんですよちょっとメイク濃くしたらよかったかな。レンジやっほー。今度ある時は、ある時って、あ、今度ある時は夏のサンタ可愛すぎる。やったー、ちょっと暑いからさ最近やっぱ涼しさがさ大切じゃんということです。すごい、さっちゃん見たい。今日もコメントできる、よかったね。なんか最近おかしかったよね。そう、なんか最近かわいそうだったらね、コメントできないとき、めっちゃ音うるさくてごめんねやっぱり週にはクリスマス、そうだから、みんなは今年もクリスマスによってを上げておいてください。今年はね当日が25が多分日曜日だから、イブと当日が土日で最高なの。今年は最高よ2回言うけど本当に最高よ。しおりがうちの推しのこと可愛いって言ってたこと本人に、え、何人で会ったの？配信とかで、あ、しおりの空気ショー、あ、昨日言ってたやつだよね。よかったよかった、ツイートしてたからね。赤だったと同じ。でもこんな柄じゃないよね多分。この柄はなんかすごい珍しいやつで可愛くて買ったんだけど、サンタ好きだからいつもサンタのコスチュームね、1年間ね1巻の季節で2つぐらい買っちゃうんですよで去年の
体本命は肩が出てるやつだったので、これ使わなかったの、買ったのに。いつか着ようと思って、あ、夏だからこれにしようで、そう、本当にワンちゃん、ワンちゃんかこれでめっちゃ迷って、これにしました。ワンちゃんやったことあるから、ワンちゃん、もうありますけど最近ね、オンラインのクイズ楽だって、基本ライブの後とかさ、遠征の時とか、みんなでも私服とかでも、最近コスプレをしてないなと思ってコスプレにしました。ハンドハンマーこんばんは、チュルミンさんこんにちは、トノチームさんこんにちは、沼田ヤッホー、メリクリだ、メリクリ、みんなみんなメリクリ、普通にコメントしてね。なんかそう、オンラインのクイズラクザだと特典会だからさ、コメントしづらいって人もいるけど、全然何でも気にしないでくださいねなんとかさん初応募こんにちは、なんて読みますか、なんとか視点、視点、あ、し、島崎のし、島崎のし、すとさんさんが奇遇じゃん、ごめんわらわらと、ごめん同じこと言ってるさっちゃんと同じ気持ち偶然だ、ごめんって伝えといて、同じ気持ちです。でそういう時もあるよね、さっちゃん、ほらさっちゃん、ゆゆちゃんこんばんは、ゴストレイちゃんこんばんは、さすしをごちそうさま、すごい気があったね、気が、あかつきまんさんこんばんは、仕事は帰宅、お疲れお疲れ、お仕事、しかもねこれは1時間配信やけんね、あと50分ぐらいとか、うん、ナウアガ、ナウア、ナウアゲインズさんこんにちは、クリスマス開けてよ、開き始めて、今日はね髪の巻きがねちょっとゆるふわにしてみました、わかるか、なんか細かく細かくやるとふわふわになる、ふわふわが良くて今日はふわふわの髪にしました、ちょっとだけ巻いてるみたいな、キュンです、ありがとうリコピーさんこんにちは、ミュウさんこんにちは、配信で伝えた、めっちゃ嬉しいって言った、マジで嬉しい、あったんかと思ったあったったらいいなと思った、たまらんなさんとかわいい、さっちゃんとかぶっちゃった、さっちゃんごめんねでも嬉しいけどね、マス、マスマスさんこんにちは、タランブルさんこんにちは、先生さんめっちゃ強いな、朝比奈さんのやばいよね、あけちゃんあけちゃんじゃん、いやえぐみたいな、なんかうかさんも強いけどさ、やばいよねマジで、もうねずっと見てた、楽しくて、え、そうだ、多分あれだよね、見て応援してくれてありがとう、一緒に同じの見てたね本当にね見るの大好き、もうね前の足、あ違う、足が、フロントセブンの時に同じ対バン出たことがあったよ、その時にかぶって対バンで、でもなんか微妙に時間合わなくて喋れなかったのだからちょっとね、してなかった、でも手振ったのよ、その喋れる時間なかった、なんか同じ超同じ物販中で、ちょっとあっちが先に帰ったから話せなかったんだけど、物販中に違う使いなかった手振った、ファン、しおりが先生さんのことを好き、本当にライブ見に行きたいくらい好きだよ、なんかね波動から始まったんだけどね、しおりちゃんちゅうわちぽよやっほやっほ、昨日のランチ気に入ってくれたでしょ、もしかして、やきんやまりんさんこんにちは、けんさんこんにちは、さっちゃんと同じ、そうそうそう、さっちゃんと同じらしい、さっちゃん、とりさんこんにちは、サンタさん来てるからサンタさんの歌を歌おうかな、後で歌います、30分、あ、決めた、じゃあ30分になったらクリスマスの歌を歌うサンタさん大好き、本当にクリスマスが本当に一番好き、なんか何よりも、アック先生、やあ、あちこちゃんね、あちこちゃん、さっちゃんと一緒なんだって、赤ちゃんさんこんにちは、
イエモンさんこんにちは。緑茶ですか。あ、死んでる。トカゲチラッリュウキ、ヤッハー。シャオリン昨日夢見たんだけど、やばい夢だった。何？元 BJ メンバーもたくさん出てきた。何？どんな夢？どっちでもしてたの？意味わかんない時期にサンタかぶりするササシ弟って、ね、やばいよね。なかなかこういうことないよね。でも少女はなんか本当に迷ってて、今日は犬にするか、もうそう、めっちゃギリギリまで待つ。犬にするか米にするかどうしよう思って。でもこれ着たことないし、可愛いの、ほら形が可愛いのと、ちょっとこれさ、今下ズボン履いてるから、ちょっとこれ下さミニスカートなんだけどさ、その下にさズボン履いててめっちゃダサいんだよね今からの。今夏じゃん、やっぱ夏といえば可愛い、本当にすごい可愛いんだけど、これ下にねズボン履いてるんだよね。すごい可愛いスカートです、ミニスカート。今のズボンは履きません。今日バンドジャパンの曲車で、ね、なんか好きな曲とかさできたら嬉しい。最近知ってくれたけど、なんかどんどんさ知ってくれたらめちゃくちゃ嬉しいよ。テロンテロンマロンこんにちは。指原りのちゃんさんこんにちは。なんて名前なんだと同じ名前にしたのかな。リムさんこんにちは。なんか BJ イベント後は BJ の夢見がいいことだってことは、寝る前にさそのこと考えてるってことだよ。なおずファンレベルなおずみ言い返した。8になりました。みーなこさんこんにちは。なりきりさんこんにちは。つむぎさんこんにちは。ドラカナさんこんにちは。まあしおりにとっては毎日クリスマスやもん。そうそうそう、そういうことなんだよ。サマークリスマスうまいね。でもなんかハワイは夏にクリスマスみたいなの聞いたことがあるけれど。はるさんこんにちは。チーム守備隊さん、守備隊さんこんにちは。読み方わからない。今回あんまり覚えてないんだけど、何かから逃げるよ。何なんだ。でもさ、夢めっちゃ見る人なんだけどさ、しかもなんか起きてからちょっとの間めちゃくちゃ鮮明に覚えてるの。しかも怖い夢とかも忘れたくても忘れられないのよ。で、へぇってなる。でも30分後とかには忘れてる。なんかこうさ、こうクルンってなっちゃう。こうクルン、なんかこれこうなってるんだね。なんかこう、なんか中はなんか紐みたいなつながってて、その上からこの上着着るみたいな。あちぃクルンってなっちゃうから気をつけないと。なんか中身が見えてるみたいになるけど、決してそんなことはありませんよ。安心してください。河内長野ゆうすきやろ言うの。ゆりさんこんにちは。ルカさんこんにちは。女の子かな、こんにちは。俺も藤崎しおりにしてもいい名前いいよ。藤崎しおりちゃんね、さっきの感じ。藤崎しおりは私だから。さとみさんフォローありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。素直にオイドパレード、え、曲名覚えたの。嬉しいんだけど。え、嬉しい。ああいう系、え、結構ハッピー系が好き、楽しい系みたいな。なんかさ、ツイッター見た感じすごい可愛い系が好きなのかと思ってた。そんなことはね。アホードリさんこんにちは。ちょっとツイートしよう、ちょっとお待ちを。てかもしかしてないけど、さっきのリコピって足軽ジャパンのリコピ、え、まだ見てる。ねえねえ、まだ見てたりしますか。もうさすがにいないか、ちょっと聞いてみたりする。ただツイッターにもさちょっとやってんだけど、でできないから。やばい、汗ツイートできた？来ました？わかりみ、何がわかりみ。かしもちみつぞうさんこんにちは。それな、コロコロタンさん、あ、この目も来てくれた、こんにちは。おはようございます。この時間でお休みやばくない？さすがに赤ちゃんだよ、それは。
なんかアイドル、そう、なんか結構アイドルっぽいんだよ実は。なんかアイドルっぽい。そう、これを本当に着るかもってたね。でも多分今年もまた好きな違う形のサンタさんを着るんだろう、買うんだろうなと思って。そう、今はですね、何をしているかと言いますと、オンライン楽市楽座という特典会みたいなやつをしています。こっちの、こっちのうちからだろう、公式グッズ販売っていうところからに、からっていうページから開いてもらったら特典券が購入できるんですけれど、1枚で写メ、2枚で落書き写メっていう、写メにこうメッセージ書くやつ、または20秒のボイスメッセージで、3枚で、あ、チェキもできます。2枚で落書きチェキ、いっぱい書くチェキで、3枚で動画、20秒動画いきます。って感じです。って感じ。一番人気ってというか、なんか結構手出しやすいのは落書き写メっていうやつで、です。私はね、すごい絵とかがね得意じゃないんですけど、その代わりにいっぱいね写真を、写真じゃない、メッセージを書きます。下崎ちゃんが落書き写メを頼んでくれました、ありがとう。見てる、し見てる、見てる。何かに似てるなって思ったら、探偵服に似てる、元現場のミルキーホームズ。知らん。しょうちゃん1年経っても可愛かった。1年経っても、なんで1年経った、どこから1年経ったの、あの写真のやつ。バラードとかふわふわもいいけど、個人的には盛り上がるお祭り。そうなの、バンドジャパンの曲は8割そういう曲だよ。8割に楽しい。なんかでも、なんかバンドジャパンってコンセプトがなんか日本とかそういう感じなんだけど、結構日本っぽい曲もあれば日本っぽくない曲もあるんだけど、なんか王道系もあれば、なんかバチバチにかっこいい系もあれば、なんかハッピーみたいなのもあれば、キュンってやつもあればみたいな感じ。あ、ゴストレイちゃん落書き写メ頼んでくれた。ケーキ食べたくなったってさ、書いてあった。ケーキ書いてあげようか、落書き写メ。めちゃくちゃ下手な絵。ありがとう。ゆうちゃん落書き写メ頼んでくれた、ありがとう。こうやってね、あの流れてくるの、 LINE で注文が。例えば今だったら、やゆゆに落書き写メしおりんで、誰が誰に注文しましたって出てくるから、ね、すぐありがとう言えます。そうなのか、なおずみの知った好み、誰だこれ、え、誰、私の動画と落書き写真、え、誰頼んでくれたの、誰ですか、名前まで見えなかった。 なんかさ、来る LINE のさ、文字一行ちょいぐらいしか見えないか、あんま締めないけど、写真と落書き写真と動画頼んでくれた人、ありがとう。誰だ、さっちゃんの虫に勝つじゃん。誰だ、オレンジさんこんにちは、代理人さんこんにちは、ちょっと暑くて髪の毛バサバサしちゃう、申し訳ありません。エビスマルさんこんにちは、ショーリンのこともっと知りたいな、あ、バンジャパンのことをもっと知りたいなと思った曲、え、めっちゃ嬉しい。なんかね、ショーリンはね、もちろんね、ショーリンのことを一番好きになってほしいんだけど、だけど私すごいね、グループのことが好きなの、バンジャパンのことが好きで、やっぱり個人お好きになってもらえるのも嬉しいけど、なんかそれ以上にしおりんのことも、なんていうの、グループのことも知って、そうやって理解を深めてくれたら嬉しい。そしたらなんかさ、エモさをさ共有できたりさ、同じ気持ちになれるじゃん、そっちの方が。なんかしてくれると嬉しいなって思ってたところ、思ってたところ知りに行ってくれてて嬉しい。あ、アッコさん参戦。間違えた、赤木さん頼んじゃったよ、ぽよぽよ。ぽよぽよありがとう、ぽよぽよちゃん嬉しい。タンタンタンタラララララララ、あれさ、月が綺麗な夜、ちょっとさ、ちょっとクリスマス要素入れてくださいって実は言ったんだよね。え、ちょっと感じるよね、あのね、シャリはね、好きな振りはね、タタタンタタタンって、これサンタ、サンタみたいで可愛い。サンタじゃないかもしれないけど、勝利はサンタだと思ってるよ。タン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 。だから社長、この時は自分がサンタさんで、こうやって
プレゼントを持ってる気持ちだからすっごくニコニコしてるよ。しおりん、昨日一番中のしおりの名刺をもらうの忘れた。一度もあるから一度もあげるよ。私はあんた先に卒業メンバーのもらえな。しおりん、一度もあげる。マサルさん、こんにちは。ワクワクシャメにを頼んだのでフードありとなし。分かった。フードって何？フードって何？これこれだし。ちょっとセクシーになっちゃうけど平気ならいいよ。また会えるからいいかと思ってしまった。そうだよ、仕事はいつでも会えるんだから。そんなもら買っちゃったけ。ありがとうし、ケーキ買ってあげるね。タカさんさん、こんにちは。30分からサンタの歌。サンタの歌ってなんだ。サンタさん、キョウチさん、今誰かさ、時間教えて。何時予想はね、9時ね、18ぐらい。なんだろうね、知らないと思う。何何、知らないと思う。何すまねえってな。おいおい、耳つきでも大丈夫。え、大丈夫だよ。耳ってこれだよね。え、これえ、これいいよ。え、ちょっとさ、え、大丈夫。え、なんか上手にさ、かぶりたい。かぶりたいんだけど、こういう感じになるかな。これ写真にいい感じにさ、なんかいい感じに乗せてふみちゃんに撮ってもらうね。下手かも、かぶるの。いい感じで頑張るから。え、見てこれだよね。これちーさん、こんにちは。パークタン、ヤッホー。ちょっと久しぶりじゃん。ちーさん、こんにちは。初見ありがとうございます。ストデロさん、こんにちは。あとど、あ、さっきのあなたね。誰だろうと、中身さん。さらしてごめんね、中身。はやぶさ1号さんさん、こんにちは。え、カフェちゃん、髪の毛下ろしでごめんね。おお、下手なケーキ落書き。オッケーオッケー、任せて。マジ美味しくなさそうな色のケーキさ、書いてあげる。ゴーストレイちゃんの前。あ、11になったってすごい。僕です、あなたでした。はあさん、こんにちは。絵文字の人、椿さん、こんにちは。コウキさん、こんにちは。キキさん、こんにちは。マサさん、こんにちは。100回目だと思う、すげえ。マコ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 、やっほー、こんばんは。パーマン、あ、パーマン来た。パーマン、鶴川咲さん、こんにちは。よしひろさん、こんにちは。よっちゃんさん、こんにちは。若葉さん、こんにちは。ミシェルさん、こんにちは。すごい嬉しいんだけど、初めての人が多い。あ、ゆうちゃん、お仕事様のゆうちゃん来てくれた、こんにちは。恥ずかしいんだけど。こんにちは。あ、あのフリアプレゼント持ってる。そうだよ、でも勝手にね、勝手に勝利がそう解釈してるだけだからね。合ってるかね、わかんないね。なんかたまにその振り付けをしてもらうときに、例えばなんかこう、ここはこういうのやってる感じみたいな、それをね、教えてもらうときがあるの。例えばね、例えばなんだろう、何がわかりやすいかな。乙女心さ、タラタタタラタラ、これなんかゴリラみたいなイメージってうちらは振り付けのときに言われたのって感じ。なんかその言葉で言ってくるときもあるんだけど、特に振りをこうやって教えてもらうときもあって、もうこれは別にね、サンタって言われてないけど、勝手にサンタなのと思ってる。アッキーさん、こんにちは。パマナありがとう。あ、もうちょっと30分じゃん。 OK。 ももかさん、2度目の方もありがとうございます。28か、でももう30になったかね、もしかして。加藤さん、こんにちは。目白無音の呼吸さん、こんにちは。藤助さん、こんにちは。マッキーさん、こんにちは。それは全然大丈夫です。よかったよかったよかった。わら。ねえねえ、ま、今さ、まだ25とか6のさ、隠しも来てない。あ、ね、ツイート見た。あのさ、コメンリップだって4月の来てないの、やばくない？そしたらもう一回 DM した方がいいよ。一回さ、もう一回やってみて。で、もう一回返事来なかったら勝利がそこの直接言うから、もう一回言える？でも、もし勝利が送ってなかったらどうしようと思ってさ、見に行ったら全然送ってた。ベリーロさん、こんにちは。かけらさん、100回目の方もありがとう。マックスさん、こんにちは。
山木さんこんにちは、はじめまして。マックスさんはじめまして、ありがとう。過ぎてる草、過ぎてて草マキよ。え、ちょっとさら、あ、待って、もうコメント終わるからちょっと読んだらいいかね。のんさん、のんさんこんにちは。いな、いなほうさんこんにちは。わかんない。今日向こう役でありがとう、どういたしまして。ひでっち、ひでっちどういたしまして。すごい上から見せみたいな、どういたしまして。まあまあかわいいと思ってくれてありがとうなんだけどね。めっちゃ今日目腫れてる。ダウンタイムみたいな目してない。ダウンタイムなったことないけど、知らんけど。あ、待って、ちょっとツイートしよう。カラオケしますって急に始まる。カラオケしますって。なんかさ、連絡一落の時ってなんか何したらいいか分かんなくなっちゃうんだよね。発送済みになってるけど違う日のが取れたか、同じのが2個取れた。はい、で赤田、発送済みになったけど違う日のが取れたか、同じのが2個。あ、そういうことか。同じやつ、あのとこ同じやつがいけるね。なんかさ、なんだっけ、なんとかくんとさ、なんだっけ、なんとかくん、あのさ、なんだっけ、なんとかくんとさ、イブしててさ、え、いつのだよみたいな。ソータさんこんにちは。思ったんよ。じゃあ、ね、サンタさんって言ったらなんだろう。あ、授業券。うーん。トヨタさん、始めまして。今誰かの空気シャミ頼んでくれたけど、一瞬で消えた名前。ごめん、見えなかった。誰かありがとうございます。ケイさんこんにちは。いちごミルクさん、初おもこんにちは。4月27日の号。あ、なんか前後の日のやつってこと？オッケー。26日分で、なるほどね。23日分でか。なんか、あ、でも間違った、同じやつ送ってたのかな。どんまい、どんまい。ちょっと今選びちゃう。え、もうね、26日ぐらいの中脇締めにめっちゃ重たい女みたいなこと書いてるから、お楽しみに。服部さんこんにちは。服部玄明さんですか。私たちのスタッフさんにも服部さんって言うんですよ。ちょっとドキッとしました。待って、クリスマス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 と言ったらさ、しおりはさ、もう本当に今ね、ちょっとね、あの曲を選びながらやってるので顔がめっちゃブスだと思うんですけど、私はねイコールラブなんですよ。イコールラブなんですけど、他にありますか。すいませんね、すっごいブスな顔で。ねね、今さ、なんかショールームの、やばっ、ショールームのさ、カラオケランキング1位ファンサー、2位夏祭り、3位タム太郎とっとこうた、4位シークレットベース、5位夏色だって、この服に合わなすぎ。いけるね。待ってよ、なんだっけ、僕らの、え、これでめっちゃ真夏の歌うのもろくない？僕らの制服、僕らの制服クリスマスにしよう。好きなんだけどね、私がただ好きなんだっけ。お気に入りしてた。あきやら、うん、ぜひ初めましてさんもよかったらフォローしてください。ね、コールラブわかりますか？ちょっとコメントだけ、あ、初めましてさんだけ読んでから歌おう。笹崎すずらんさんこんにちは。フラマキング、え、ヒャッホー、生きてる、元気、死んでる。ねえねえ、なんで急にファンレベル上がってきたの。ピーチさんこんにちは。宇宙ひかるさんこんにちは。めめさんこんにちは。いのさんこんにちは。今録画記者名、はぁー、始めた、緊張する、なんて書こうかな。緊張する、どうしよう、はじめまして、初めてありがとうって書きそう。ひもさんこんにちは。イコラブ好き、マジ趣味合うね、趣味てか好み、趣味だって。キャプテンさんこんにちは。ひろちゃんさんこんにちは。8月お盆明けはね、え、本当に楽しみにしてる、本当に楽しみ、楽しみの気持ち、1ヶ月さ頑張ろう。
イコラブさん握手会にガチ誰推しするマイカちゃん生きてるよかった。あー聞こえるかな。君に似合うと思ったんだグレン。ちょっと待ってね、しおりの方のマイクが全然聞こえないから一回切りました。もう一回切ってもう一回入れます。はい、切りました。もうね、自分の音が聞こえないという。超自己中。生きてるよかった。初めてだけど注文してみ、注文してみな。詐欺師みたいじゃない。注文してみた方がいいよ。詐欺師より。じゃあこれどっちやんのこれ。ああ、あー間違えた間違えた間違えた。来た。イコラブ好きなの仲間。聞こえた。あー君に似合うと思った
しおりみたい、スイカ。かわいい。赤月はかわいい。ありがとう。ハルマキング、何これ。すげえ、待って。これ、七夕？七夕だね。そうだ、あと3時間で七夕なんだね。サンタ来てるけど。コストレイちゃんか。ピカピカありがとう、これ。歌いながらね、わーって思ったよ。ラブル。たけし、ありがとう。サイリウム。ね、たけしさ、動画とらくやきしゃべったんだでしょ。歌いながら来た。ありがとう。誕生日おめでとうって書くね、明日だから。勝手に。あと誰かも頼んでくれた、誰だっけ。あ、なおずみだ。なおずみが初めて頼んで、な、呼んでほしい名前、なおずみって方、かわいい方。かわいいです、ありがとう。むきちょこまるさん、こんにちは。相変わらず自由で当たり前だろ。しおりだよ。のんさん、こんにちは。ちゃんしーさん、こんにちは。おのさん、こんにちは。むきちょこ、あ、これ読んだ、バッチリだった、聞こえた。まさきさん、こんにちは。りゅうせいさん、こんにちは。ひさん、こんにちは。ドラゴンさん、こんにちは。ガリさん、ジェンさん、こんにちは。キャラメルさん、こんにちは。みくさん、こんにちは。なお、キラキラさん、こんにちは。癒されるわ、ガチあったれ。原田さん、こんにちは。初見さん、こんにちは。まーちゅんさん、こんにちは。おいもちゃん、こんにちは。素敵すぎてね、ほんとにやった、嬉しい。しおりがにやけた、嬉しくて。やったパチ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 。ポッカタン、ポッカタン、かわいい、ありがとう。チューリップグルだ、チューリップ。ゴスレちゃん、パチ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 。ソラくん、パチパチパチ。チューパチパチパチ。ジーツーさん、こんにちは。やっぱりしおりの歌声。で、どんな感じだった、音量。聞こえてた、ちゃんと。ちょっとすごい、あの、不安なんだけど。クリスマスの七夕、そうだよ。今日クリスマスだからね。七夕は勝負の日。なんで、どういう方、野呂澄呼び足を、そうだよ。これから教えないでね、他のアイドルに。ご、ち、ご、きゅうす、あ、あ、ちおさん、こんにちは。花神くん、お疲れ様、ありがとう。カットさん、こんにちは。おはいさん、こんにちは。頼んでみたとに、あ、初めてじゃんね。ありがとう。気合入っちゃうね。パークタン、パークタン、レニーだったぶりかね。ちょっと久しぶりだね。でも覚えてくれて嬉しいよ。さくらさん、こんにちは。はじめまして。あっちーサンタ。自分で着てるんだけど。汗かいてきたよ。なんかありますか、歌ってほしい。急に言う。今日は、日付を超えるぐらいでもう一回配信します。なんでかっていうと、このコンポタケシって人の生誕祭するから。タレント願うことは、これからたくさん仕事仲良くしてラブラブで入れますようにって。かわいい、しおりが叶えてあげる。小林さん、こんにちは。マイキーさん、こんにちは。マイキーだ、マイキー。マイキー、こんにちは。マイキー、最近流行ってるよね。マイキーが何かわかんないけど。マイキーっていう文字をよく見る。マイキーって何？アニメってことはわかるけど。マイキーさんが何？イコラブさんのザ、え、歌えない、この曲好きなの。これしおりが歌えたら好きになる、もっとしおりのこと。え、知らない、この曲知らないな。こちら、みやびこんばんは、やっほー。レニューぶり、レニューぶりの人多くないけど。レニューぶりだ。ちょっと待ってよ。それはね、あ、間違えた。一番好きなこれ。大丈夫そう、固まってる、キャルちゃん。トマト、やっほー。おひさー、まいさん、こんにちは。あ、くしゃみ出ちゃう。ショーリン、昨日のライブで毎食の先輩兼オタク仲間に、え、女の子、なんかツイートしてた女の子がラブタイム界隈となんかなんとか、なんか再会みたいな、え、なにそれ。そんなの知らないんだけど、見てたよ。知らないんだけど、と思いながらドキッとした。
そんなことがあるのか。ゆきさんこんにちは。そういうことがあるんだね。でもさ、しおりはさ、その先輩とは違うけど、あ、結果としてジュリアさん推しの人と方と、え、キャメタだっけ。キャメタ面白いよね。いいことだ、いいことだよ、友達が増えるの。よかったね。よかったねとかって。私は結構ね、みんなに仲良くしてほしいタイプの人間だから嬉しい。そういう絡みを見るとわあ嬉しいと思う。ひろひろしさんこんにちは。しおり好き、嬉しい。ツイッター見に行くもん、よく旬のことツイートしてないかなと思って。スーパードラえもんタイプはまだまだですか。ドラえもんにする、いいよ。何も決めてないから。でもたけしのやつをまだちゃんと覚えきれてない。ちょっと聞いたんだよ、覚え中なの。夢を叶えてでしょ、夢を叶えてくん、夢を叶えてドラえもん。あ、これ魔王って言った方がいいのかな。夢を叶えたドラえもんね、出てこない時があるからね。いいよ、しおりが好きなドラえもん。候補生の子にもいるみたい、ドラえもん好き。
今日も平和です。本当に平和な気持ちになるよね。フォローありがとうございます。嬉しい。あ、ポチヤッホー、ひろひろし、あ、これ読んだ。なこみんさん、こんにちは。だからツイートしたときに、そう、修理ね、しおりおしさんへのね、いいねの話すごいと思うよ。ちね、ネットストーカーなの、すごい見てる。リップとかも全部見てるよ、修理の推しの人は。残念です、どのアイドルとリップしてるとか全部見てるよ。でも別にだからといって何か言うわけじゃないけど、ダメだけど。そうだよ、ゆうきさん、こんにちは。やっぱりしおりのツイート全部見てるって。全部見てるに決まってるでしょ。もうまさかこのタイムで参加、びっくりだね。いつぶりくらいだったの。タケコプター。じゃあ前夜祭のプレゼント、ポルさん、こんにちは。遊びからクライマックからがクライマックス、クライマックス来た。うららさん、こんにちは。高山だ。まるこしさん、こんにちは。わちどう、わちだ、わちどうさん、こんにちは。読み方わかんない。井上さん、初もこんにちは。今誰か何分か教えてほしい。これね、22時になったら1回切るけで、まだ23時後半ぐらいから始めます。第2ラウンドだから、みんな眠たかったら寝てね。たけしブレイビーさん、初もこんにちは。米俊さん、こんにちは。ともひでさん、こんにちは。趣があるアンカスさん、こんにちは。難しい感じ。パチ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 いっぱい。まだ誰かが何かを投げた。なんだっけ、コスプレイちゃんがまた私を輝かせた。あれで、ね、キラキラ。たけしサイリウムありがとう。めっちゃ色ハチハチ。やっぱりこの曲は何回聴いただけじゃないかな。やば、ピエン。一回ね、なんかね、キャラバン、なんかいろんなゆるキャラが集まったねイベントがあって、その時にね、この本物の人がいて、真央さんっていうんだけど、歌詞本当に聴いたの、この祭りになった。祭り、祭りありがとう。祭りになっちゃった。何これ、デカー字。祭りだ。祭りだ、ありがとう。祭り、祭りの気持ちだったな。あ、これさ、夏だからなのかな。かわいいね。ラプンツェル、ありがとう。あとは七夕、七夕5個、はい、お願い5個どうぞ。カフェオレ、え、祭りだ、祭りだ。祭りだ。なんでこれの祭りなの。なんか配られてるのこれ、もしかして。祭りだの歌を歌おうとしたけどさ、わかんない。祭りだって感じの、祭りって感じの歌わかんなすぎてやめた。祭りってなんだ。夢叶えてしおりちゃん、そうだよ、しおり叶えてあげる。夢、月の辺は任せた、任せろ。しおりが神様だからね。この星の神様だから、みんなは、みんなはしおりに任せろ。歌詞もすぎるね、平和だよね、本当に。ジューのラゴさん、こんにちは。歌と声がマッチしすぎちゃ、ガチ？やった。なんだっけ、昨日さ、夜のリプ、なんだっけ、なんか好きって、なんだっけ、寝ちゃった。関東 P さん、こんにちは。僕はしおりちゃんとしかリプしてないから、もた、嘘好き、おい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 、嘘近づかんやん。なんか、あ、そう、最近してくれた人によると仲良くなると、こういう、私は口が悪い、本当に口悪いんですよ。普段ほんわかして見えるかもしれませんが、よくほんわかしてると言われますが、そんなことはありません。口が悪いので仲良くなると本当こういう感じになりますので、お見知りおきは
ザックさんこんにちは。しおりなら好きすぎてネットストされてもいいやって気持ち。本当にマジネットストだよ。全部見てるよ。パンマンとかのとのリプとかも見てるし。ピーお久しぶりじゃない。えピータのピーで何で初見になっちゃう。なんか新しくした。クソ GG だから困る。おいクソ。でもバンドジャパンではしおりでしょ。多分3年か4年ぶりなの。そんな久しぶりなの。すげえ。わお。他のグループさんの脊椎にもいいんだよね。そうだよ。バンザイジャパンのやつ数を抜かれてもらっては困るからね。あれで圧かけてんな。なありがとう。56分もうちょっとじゃん。えやばもうちょっとじゃん。なありがとう。一瞬だね。1時間って本当に。23時ね30分40分ぐらいから40分ぐらいからにしようかな。早い方がいい。30分にしようか。21時。違う23時30分くらい。あ23時40分くらいにしよう。そのくらいに始めます。もう一回。しおちゃんのドラえもん最高ありがとう。昔から言ってくれてるよね。昔俺が歌うとヨコちゃんいつも言ってくれて嬉しい。キングさんこんにちは。ということで今日はオンライン楽打ち楽座というものでしたが、頼んでくれた方ありがとう。もしかしたらギリギリまだ頼めるかもしれません。トモさんあとありがとう。あパーマンあとパーマンお願い事10個どうぞ。なお15個どうぞ。すぐ考えてあげるから。全部5個10個10個多すぎる。ごっそりあ12になったって。おめでとう。アナさんこんにちは。1少人が幸せになりますように。2塩ドラのみんなが幸せになりますように。いいこと言ってる。白生地虎さんこんにちは。アラヒーさんこんにちは。トモさんこんえちょっとお膝じゃんね。キツネコさんキツネコさん見てる。ありがとう頼んでくれて。ラクワキさん見てる。池田おい池田。パスタさんこんにちは。パスタってあの新宿の絵のバスのとこにしてた。パスタさんだった。チュルチュル。エリカさんこんにちは。投げポチポチ。今日さ犬噛みすぎ犬と迷ったんだよ。ポチ。おめでとうございます。お久しぶりだね。さあ BJ メンバーみんなが幸せになりますように。商人からレッスンもらいますように。でもさ考えてみて、勝利からさレッスンもらえなかったらライブないでしょ。勝利が最高のアイドル人生をこれからも送る。なんていうお願いなの。いい人。チョーカーさんこんにちは。ラプンツェルオツありがとう。口悪い方が親近感。そうポロッと口悪いんだよね。なんかねもともとのさ声質的になんかそういうふわっとしてるとか思われがちなんだけど、結構サバサバしてるから。実はねパンチングマシンの結果画像に。面白いもん。いつもさツイートのさスキル高いよね。ペコさんどうもこんにちは。フルプレゼントのドラえもんを破壊してるの見た時。内緒だよ。そうもらった日に本当にガサツすぎてね、もらった日にプレゼント壊してたんだよね。開封してたら壊しちゃったの。でもあれ治ったから。大丈夫じゃん、治ったからね。そう思い出しちゃったじゃないの。なおありがとう。まるさんこんにちは。おそらく眠らがっちゃう。すーちゃんこんにちは。たけし眠る子になったじゃん。あと2時間で何歳になるんですか。たけしさんはいどうぞマイク。こんばんは。楽一楽さん2枚でしゃべる。ありがとう。2枚楽きっかけしゃべだね。噛んじゃった。ふくろさんこんにちは。大ちゃんよ。読んでみた。お仕事はあとオツあれオツなんだ。僕アトオカなんで変わったコミュニケーションアトオカだね。じゃあ両方アトオカだからさコミュニケーション取れてないね。思ったこととさ受け取り方違ってくさ。犬も可愛いね。確かにね。ちょっと久しぶりじゃんね。今日の衣装はねサンタだったよ。お前口悪いな。よくねえな。ねえねえ100回言ってるけどさお前ってなんてくんない。何回寄せんの。これうちらの挨拶。毎年しおりの未来が幸せで溢れますように。しおりが幸せにしてあげる。お疲れ様でありがとう。これからも炊飯に磨きをかけます。で炊飯私たち両方炊飯。よしよし
にゃんこさんこんにちは。ということで今日の配信は終わります。サンタさんでした。あ、歌い出した。ということで最後にスクショタイム、一応これ持っとこう。見て見て、プレゼント。バイ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 。ちょっと声のボリュームが難しい。選んでくれた人ありがとう。えのさん、初音もこんにちは。ヌパーマン最後まで見てくれてた、知ってるよ。さっき押し投げてたでしょ、最前で見てるからね。瀬戸内のミニマロンさんこんにちは。お疲れ様、ありがとう。明日はダイヤモンドホールです。急の報告、明日楽しんでね。ベーだ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 。君白が聞こえる。君白っていうの、君の知らない物語だ。パクタ、お疲れ様、ありがとう。頼んでくれて、ノズミありがとう、初めて頼んでくれた。もっちゃんバイバイ。確かに久しぶり見た。確かに確かに。イカの王さんこんにちは。バイ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 。また夜にやるので起きてたら来てくださいね。可愛すぎてダメだ。マイク出てきた。マジ？ルシェ崩壊した。小雪屋さんこんにちは。ポテトチップスです。水玉さんこんにちは。ローズビーのオーズファルーラ9になりました。ではでは。